中小田古墳群一中小田古墳群は、広島県広島市浅北区口田町にある古墳群。1996年11月11日に国の史跡に指定された。大高和下流砂岸の大田川に沿って南から北へ広がる標高60メートルから130メートルの丘陵尾根に存在する12基からなる古墳群である。1961年に三角や、 甲冑類などが出土し、1979年に保存目的で行われた発掘調査では、前方後円墳1基、ホタテ貝式古墳1基、円墳8基が見つかった。さらに、後に新たに、円墳2基も発見された。1号墳からは三角円新住鏡や、甲冑類の他にも、古墳時代前期後半の車輪石や玉類、鉄布等が出土した。二号墳からは、 古墳時代中期前半の祖文教、昇格付け部と、鉄拳、打行剣型鉄製品、大刀、トース、鎌、王の等様々なものが出土している。古墳群は、この地域における中石平野と内海交通の役割を果たしたと考えられている。中央だ古墳群文解散オンライン、文化 .2.ac.jp2020 年12月8日閲覧。 広島文化大百科マイナス中小田フン群。www.hiroshima-bunka.jp。2020年12月8日閲覧。ab 広島県の文化財マイナス中小田フン群。広島県教育委員会。2020年12月8日閲覧。史跡中小田子奮群。 www.mogurin.or.jp 2020年12月8日閲覧ありがとうございます。